希望って何だろう。私は昔から恥ずかしがり屋で泣き虫だった。私、さき、名前は？のぞみ。バドミントンは父の影響でなんとなく始めた。最初はシャトルが前に飛ぶだけで嬉しくて、いつの間にか勝ちたいと思うようになっていた。でも負けると気分は最悪で。どうした？悔しくて悔しくて何もできなかった。お父さん、迷ったら厳しい道を選びなさい。自分じゃダメだと思っていた。心がここにあればもう大丈夫だって。いつか見た夢を今度は誓う。だから全部勝ちたかった。そしていつの間にか完璧になるのが目標だった。見飽きた景色は。でも世界は広くて。のぞみ、もう早く帰ろうよ。もうちょっとやってくる。先行ってよ。私は焦ってばかりで周りが見えなくなる。あと10分お願いします。10分だけなんで。自分の実力が伸びていくのが楽しくて仕方なかった。もっと上手く、もっと強く、もっともっと、もっともっと、そして世界で勝ちたいと思うようになっていた。大丈夫、きっと戻れるよ。はい。なんで思い通りにはいかないんだろう。はい。久しぶり。さき、怪我したって聞いて具合どう？これ見てみて。うまくいかなくてもいい。苦しくても次の一歩を踏み出した時、前よりも強い自分になれると思う。
目線の先に希望さえあれば、悲しみ喜びもどかしな迷えば迷うほど、私は私の希望って何だろう。私の希望は大好きなバドミントンを楽しむこと、そして勝つこと。希望があったからここまで来れた。希望を持てば未来が輝く。シャインウィズホープ。